エティエンヌ・ニコラ・メイユール・パリの彼の墓、エティエンヌ・アンリ・メイユールあるいはエティエンヌ・ニコラ・メイユールは、フランスの作曲家、アルデンの県のジベに生まれる。実家があまりに貧しかったために、正規の音楽教育を受けられず、地元の貧しい盲目の教会オルガニストに、音楽の手ほどきを受けた。それでもメイユール少年は、才能ゆえに、わずか10歳でレコレレコレーの女子修道院の、 オルガニストに採用されるほどだった。1775年に、ドイツ人の音楽家、ビルヘルム・ハウザーが、ジベから数マイル離れた、ラバルデューの男子修道院のオルガニストに、採用されると、メユール少年は時々、ハウザーのもとに学びに通った。1778年にサル将校に連れられ、パリに行き、クラブ3奏者のエデルマンに入門する。 1781年の最初の気楽曲の試みが成功しなかったため、声楽曲や劇音楽に注意を向けるようになる。修行中のメユールに、クルックが助言を与えたとも言われている。グラントペラザに、自作の歌劇、コラとアロンソ・コーラやロンゾを上演してもらおうと6年がかりで、骨を折るも幾度も挫折。だが、オペライコールコミック座に、ウフロジーヌと、 コラダ・ニューフォーロシン・イコロジンを提出すると、受理され1790年に上演され、たちまちメユールの名声をかっこたるものとした。歌劇、ストラトニース・ストラトナイスは1792年の上演で熱狂を巻き起こした。後にこの作品は、ベルリオーズの好評を得、とりわけ序曲が賞賛された。その後のオペラ上演はあまり成功しなかったが、極めて優れた3作、 アンリ四世の青春時代ラジュニス D、ヘンリフォー4、ユータールアチル、ジョゼフ・ヨゼフによって、オペラ作曲家としての名声はさらに高まることとなった。ユータールは、バイオリンなしのオーケストラのために作曲されている。メイユールは、パリ音楽院の四人の正し学館のうちの一人となるが、この任務は常に、早期学習の不十分さを自覚させるものだった。ティモレオン・ティモレオンと、 アリオダン・アリアデントとビヨン・ビヨンが相次いで発表された。ケルビーニとの共作でエピキュロス・エピキュアを作曲。次のオペラ、エル・イラとウェル・アンポルテは第一相当ナポレオン・ボナパルトに検定されるも上演は失敗に終わった。メユールは24曲の歌劇の傍らで1808年から1810年までの間、たくさんの革命政府の記念歌のほか、 カンタータや四つの公共曲を作曲した。公共曲第一番と単調は、1830年代後半のライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の演奏会でもメンデルスゾーンの式で取り上げられ、シューマンを含む聴衆によって絶賛された。この作品は、ベートーベンの公共曲第五番と同じ年に作曲されただけでなく、様式的にも共通点が認められ、 シューマンが、果たしてメユールはベートーベンを知っていたのかと、微かったほどである。しかしながら、19世紀初頭に、フランスで人気のあった、ハイドンとモーツァルトの公共曲の影響を独自に、昇華した部分も散見され、特に、公共曲、第2番に蝶々は、祝賀的な雰囲気において、この二人との精神的な結びつきが、一層明確である。メユールは胸をあずらうようになって、 健康を崩し、1817年にパリに没した。ペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、同時代の巨匠、ゴセックのそばで眠っている。メイウールの作品は多くの作曲家、とりわけドイツ人作曲家に影響を与え、中でもベーバーやバーグナーの名を挙げることができる。ありがとうございます。